3番ディフェンダー畑尾博人です。本来自分たちが望むべき結果は出てないですけど、少しずつチームに慣れてきてると思うので、まあ、後半戦にしっかり勝ち点を積み上げれるようにしたいと思います。よりベテランとしての信頼感をスタッフからも選手からも得られるように、まあ、サポーターの皆さんからも得られるようにしていきたいと思ってます。一人一人が責任感を持ってピッチに立つこと、一人一人が責任感を持ったプレーをすることっていうことが大事だと思います。役割かどうか分からないですけど、自分が意識しているのはスタッフと選手と選手と選手のつなぎ役になるところです。暑い日々が続いていますが、僕たちも頑張るので皆さんで一緒に頑張りましょう。勝ち点3をより多く積み上げれるように、みんなで切磋琢磨していくので応援よろしくお願いします。9番フォワード北川修斗です。もっともっと勝ちたかったなって思います。もっともっとやっぱゴールに向かっていく姿勢だったり、やっぱゴール数っていうのはもっと必要だと思うので、やっぱゴールに向かっていくプレーだったり気持ちの面だと思います。ゴール取ってチームを勝たせることです。まあ、苦しい状況ですけど、皆さんの力が必要なので力を貸してください。お願いします。どの試合も落とせないので、選手だけじゃなくサポーターの皆さんと一緒に戦っていけたらなと思います。10番フォワードの青木翔太です。まあ、正直満足いく順位でもないですし、もっともっと勝ちを積み重ねれる試合があったと思うので、そこは勝ちにつながるようにもっとやっていかなきゃいけないですし、個人的には怪我もあって後半戦でなんとか巻き返したいと思ってます。やっぱりフォワードなので得点の部分だったり結果の部分でチームに貢献することだと一番は思います。全員がハードワークして勝利に向かって戦うことだったり、チーム一丸となって一つの目標に向かって戦うことだと思ってます。今年は選手会長ということをやらせてもらっていて、チームと選手をつなぐ立場にあるので、そこの部分だったり若手とベテランの選手をうまくつなげられるようにしていきたいと思ってます。いや、今正直満足いく順位ではないですけど、ここからの試合で常に戦って伝わるサッカーをして皆さんに勇気や元気を与えたいと思っているので、ぜひ熱い応援よろしくお願いします。残りの試合も一つの目標に向かってチーム一丸となってやっていくだけだと思うので、本当に熱い応援よろしくお願いします。41番ミッドフィルダー中山優斗です。満足いく結果ではないので、後半戦しっかりと取り返せるよう頑張ります。ゴールやアシストというような決定的な仕事をしたいです。全員がハードワークして戦うことです。年齢も上の方なので、年下の選手を引っ張っていけるようにしたいです。いつも応援ありがとうございます。勝利を届けるので、スタジアムに足を運んでください。目標達成に向かって頑張ります。16番ミッドフィルダー久保田和音です。チームとしてはなかなかいい順位には入れず、残留争いっていう中なんですけど、徐々に自分たちにやられることやりたいことっていうのは表現できてきて、あとは質の部分であったり最後の部分をもっと、クオリティ高くやっていければいいなと思ってます。まずは試合に出続けることと、試合で目に見える結果を出すことが自分に必要なことかなと思います。内容も大事ですけど、まずは本当に勝ち点を積み上げていくっていうのが大事だと思います。本当に厳しい戦いがこれからも続くと思うんで、そういう中でもしっかり結果であったりチームを勝たせられるようになっていかないといけないなって思ってます。上位ではなく下位で残留争いっていう中ですけども、本当に僕たちは精一杯戦って、少しでも勝ち点を積み上げていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。一試合一試合本当に大事な戦いだと思うので、全力で戦いたいと思います。22番ディフェンダー高橋理也です。前半戦振り返って、自分自身とは J リーグデビューをすることができて、そこからどんどん試合に絡むことができたので、いい経験を積めたと思っています。試合を重ねるにつれチャンスに絡めるシーンは増えてきたので、
最後のシュートやクロスといった精度を高めていきたいと思います。チームとして今難しい状況でありますが、このピンチをチャンスに変える全員の力が必要だと思っています。自分たちは伝わるサッカーを目指していて、それを皆さんにお届けしたいので、ぜひスタジアムに足を運んでください。今後も自分は試合に出続けてチームの勝利に貢献したいと思います。もう待ってるのこれ、待ってるはい、こちら群馬県前橋市下松田にあるザスパ草津群馬の練習に違う、これ渡されたらそうでしょ。